はい、やっていきましょう。今回はダルマットの第7回ですね。なんかこいつの色違いがさ、オンボロ屋敷にね、いたけど、今回なんかオンボロ屋敷中入れなかったんだよね。やっていきましょう。ちなみに僕のレベルはですね、平均するとだいたいレベル60ぐらいですかね。草薙が結構下げちゃってるんで、レベル65ぐらいかな。なんとかわいいチュン、怪盗ダルマントがやられたか。だがあいつは四天王の中でも最弱、あ、一番弱いんだね。顔の面白さも多分最強だと思うんだけど、挑戦者ごときに負けるとは四天王の面汚しよ。やっぱこの展開は外せないよね。あ、そうだね、そういうこういう展開あるよね。上級加山の厄介もこういう扱いを受けていたし。何言ってんだ。次は私が相手になろう。挑戦者よ、準備はいいな。つづらチュンダルマって言うんだね。よし。よし、やっていきましょうか。あ、大きいつづらと小さいつづらが出てきたね。ということで私はですね、ひたきりつづめの教えに従ってこのちっちゃいのを狙っていきましょうか。もう正直さ、もうこいつと戦うの、まあ色違いですけど、戦うの相当久しぶりだからさ、もう戦い方わかんないわ。とりあえずあのつづらを攻撃すればいいのかな。これは上画面と下画面見ながらね。あ、忙しいなこれ。うわわ、攻撃激しい。この3体いるとさすがにちょっとねきついな。やっぱりつづら攻撃した方がいい。さあお祓いしていこう。よっしゃ。いや、しかしつづら硬いね結構。よし、ようやくやっつけた。ガンガン取りつかれてんだけど、ガンガン取りつかれんな。さあどうしようかな。よし、やっつけた。ようやく本体攻撃できるぞ。これあれだな、もうブラスター使っていった方がいい。ちょ、今までねブラスター使ってしまうとあっという間にやっつけちゃうかなと思ったんですけど、今回はダメだ、使わないと。いやー、ちょっと勇ましで揃えてきたんだけど、何点これ。全然当たんないよこれ。うわー、多分めっちゃ難しいんだろうな一番。あ、ようやく一発当たった。やべ、一発しか当たんねえじゃん。ダメだな、あのブラスター使うときはちょっと考えないとな。ザ・シャークは豪傑で、え、なになになに、え、じゃあ これで選べってこと。じゃあ俺小さいやつがいい。え、どうやって選ぶの。あ、なるほど、こういうことね。妖怪メダルを前に出すんだね。外れなの。下切りスズメの教えに従ったんだけど違ってた。あ、でもあの邪魔くさいつづらが消えてくれてよかった。よし、ちょっと技ガンガン出していこう。あ、ちょっと技はあのつづらが出た時にね使うか、この大桑の神のは。あー、また取り憑かれてる。なんかあれだな、前回のあのダルマみたいなやつに比べてめっちゃ強くなってんな。お、技来るね。さあ避けた。さあそろそろもうブラスターもう使えますね。ということで、これしよう。
豪傑だったら結構当てやすいんだよな。豪傑お願い。はい、きた。これほとんどブラスターでやっつけちゃう感じになっちゃうかもしんない。お、結構いい感じだね。てかこいつ勝った。よし、ようやく半分にした。ようやく半分にしたぞ。いや、なかなかつづら出てこねえからもう技使っていくか。もうガンガン。何したの。あ、キャンセルされた。くそ。あ、また選べって。じゃあ今度でっかいの選んでみようかな。違うの、もう全部外れなんじゃないの。違う。大きい小さい、大きい小さいっていう感じで交互で当たりが来てるのかな。どうなんだろう。じゃあ次小さいの選んでいこうかな。さあ、またつづら余計なやつが出てきちゃったね。壊さないと。どうしようかな。生ハゲ、いや違うな、ちょっと考えよう。そしたらラスト武士に交代して、よし、オッケー。そしてブラスターがいつの間にか溜まってた。豪傑。来た。はい、このゲーム実況者には結構厳しいですね。上と画面、上の画面と下の画面見ながらね、ものすごい忙しいよこのゲーム。よっしゃ、つづらを攻撃することはできないんだね。さあ、オークアの神の技使おうと思ったんだけど、やっつけちゃった。あともうちょい。やっつけたー。いや、正直ね、ちょっと技じゃない、レベル上げしすぎたかなと思ったけど、そんなこともないな、そんなこともない。わあ、すげえレベル上がってく。まさか私が負けるとは、挑戦者の力がこれほどまでとは思わなかったぞ。やっぱケータはすげえな。このまま最上階まで行けちゃうんじゃないかな。いや、もちろん今回行くつもりだけどね。油断は良くないだに。そうだね、油断は良くない。俺こんなに強いと思わなかったもんこいつ。次も強敵に違いありませんよ。気を引き締めていきましょう。さあ、あと何回なんだろう、あと何回あるんですかね。四天王があと2体で、最上階のボスは多分あと1体いるんで、あと3体かな。はい、ということで今回はね、ここでおしまいにしたいなと思います。あ、吹っ飛ばされるのちょっと見ていこうか。さよなら。